早く行って活躍したいっていう気持ちが強くなりました。みんなの応援がすごく改めて、嬉しいことなんだなっていうふうに、いやー挨拶失敗しないようなに考えてました。僕をサッカー選手として、サッカー選手としての土台を作ってくれたチームです。イワスタは場所です。ベガルタの名を世界にしっかり広げてきます。行ってきます。これも教えてもらえますか。
ゃあ気をつけて。あ、また何かなってたから。はい、こんにちは。あ、ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあね、ありがとうございます。